さあお待たせしました。4000試合実況をしている闘牛実況アナウンサー伊波大志さんが選んだ今こそ見てほしい名勝負を見ていこうと思います。4000試合、何年かかるの4000試合見るだけでもすごいけど、それ実況してるからね、多分本当にそれぐらいなんですよ。だって1年に25大会から30大会あるので、言ってみたら1年間で300試合ぐらいは見るんですね、うわ実況を。その中で今日はもういろいろあるんだけども、もう3本に絞りました。4000の中から4000だから3本に当たりましたエリスグリが来てるわけですね、はい、はい。それを見ていただきましょう、どうぞ。さあ長い睨み合いから今対戦開始となりました。これまでに4000試合の闘牛実況をしてきた伊波大志、その伊波大志が選んだ今こそ見てほしい名勝負、日本一の最強牛決定戦、はい、これが去年の5月です。春の全頭闘牛大会、沖縄最強チャンピオン統制琥珀、この牛を倒すためにですよ、もうこの時に統制琥珀もう超最強絶対王者と言われているこの牛を倒すために、徳之島の最強チャンピオン、徳之島では5回の防衛を誇っていた牛若赤丸ギロワン号が挑みました。またくしくも赤牛同士の対戦、お互いに今までの人生の中で負けたことがない、どちらかに初めて土がつくという対戦です。頂上決戦だ、この打ち合いですよ。会場にはもう3000人以上のお客さんが大熱狂でした、ね、さあここでまず仕掛けていくのが統制琥珀、沖縄チャンピオンが追い込んでいく、しかし相手は闘牛の島徳之島チャンピオンの牛若赤丸、この島簡単に気持ちは割れません。しかし10分を過ぎてこの舌を出した、それが来るとあもう体力的に精神的にちょっと限界かというような、ここで統制琥珀が最後に勝負を仕掛けて、はい、原田を炸裂させる、すごい、これで日本一の称号を手にするんです。お日本一、見てくださいこのお客さんの数、足に無理だってるな。この2頭の試合見るためだけに3000人が集まってると思うんです。はー、最初からアクセル全開スピードスターしんちゃん、はい、しんちゃん、この人はね今後絶対覚えていただきたい闘牛界屈指のスピードスターの意味を持つしんちゃん、いいですか、はい、とにかく速いです。しんちゃんの試合を3試合見ていただきましょう。ほらもうね最初からエンジン全開アクセル全開でベタ踏みでいきます、速い速い速い、休まないっすね、そう重量級とは違っても軽量級のこのスピード、あなんか動きが大きくて面白いしね、こっちね、ほらこれがまた最近の試合でもしんちゃんとにかく速い、しんちゃん速そう、ここ最近直近の試合3試合はしんちゃんなんと全部1分で終わってます、1分、はい、マジで、で迫力があるから大体その大会の1試合目に組まれることが多いんですね、風切り戦、はい、なので闘牛の試合1時開始ですが、1時5分に来たらしんちゃんの試合終わってますでこれが今年の正月に行われたしんちゃん対満腹箱、これカウントしてますよ、フルで見ましょう、はい、フルで行ける、始まってフルで見れます、お本当に早いね、早いでしょう、あすごい、ずっと攻めてるもんね、でこれでついた異名が今沖縄闘技ではスピードスターと呼ばれてるんですが、最近ではもうスピードスターから変わってスピード違反って言われてるんですよ闘牛界のスピード違反違反したあるんだ、しかも8連勝だからもう常習犯なんですよスピード違反のそうだね、お互い結構押せ押せでこう、ね、うん、せこがついていけない、そう、ね、闘牛士も大変なのよこの時、あーはーはーはー、横について闘牛士も足がついていかない、でここで押し込まれるでしょ、押し込まれるよ、しんちゃん負けるかなと思ったらここで耐えて逃げないね、わもう早い早い、本当だ、お客さんの試合満足度ナンバーワンかもしれない、ずっとアクセル全開、早送りで見てるみたい、そう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 、ね、あこんな早い牛なかなかいない、で右左とうまく攻撃仕掛けて、最後こうやって横を取って腹取り仕掛けてパターンとか、ほら早い早い、フルで見ても1分で終わってます、いや全部流せるんだしんちゃん、激しさだけじゃない牛と人の友情物語、はい、これ見ました、作川さんの愛牛フルゲンモータース王竜、王竜タイトルマッチ、
この時に王龍がチャンピオンで2度目の防衛戦、年齢的なものもあって作川さんは勝っても負けても引退って決めてた試合、引退試合でタイトルマッチ防衛戦、対戦相手は当時6歳の若牛保次郎力丸、もうベテラン対若手有望牛という対戦でしたね。引退試合だからちょっと弱い牛とさせてって言ったんだけど、最後だからね、ところが強い牛が来ました。その時一番強い牛が来ました。おったすごいすごい。ところがチャレンジャーも、はい、若手有望株、ここは逃げないんですよ。やっぱ若さもあるし、ここで20分経ちます。20分、あ、すげえ。だから長期戦になるとどっちかというと若手が有利になってくるんですね、体力が。そうっすね、王龍は早く決めたいっすよね。でください、この時33分経ってます。マジでなんかブレイクみたいな感じで、で横についたのが作川さん、すごい撫でてる。ここ見たのがほら対照的なの分かります、相手はヤグ入れてる、作川さんは優しく撫でながら何か喋りかけてるんですよ。本当だ、もうその時逃げそうになってる。あ、見たら分かるんですか。もう結構息も上がってる。自分が行かなかったらもう多分逃げていたんです。作川さんが横についているから飼い主とのこの絆、信頼もあって牛がもう一回粘りを見せて、はい、ここ最後の力を本当に振り絞って振り絞って王龍が前に出る。作川さんの最後の激を送るヤグイ、これ名勝負だったな。うわ、かっこいい、かっこいい。そう、ここでほら相手を押し切っていくという聞いてみたら感動しますね。決着時間36分です。うわ、頑張った。何回も感動する、自分で。あ、もう来てますね。目頭熱くなって。いやー、これはちょっと池ばかりではないんですね。その時はもう気持ちが弱ってるの目分かったわけさ。足くっついてから。チャンネルさって。大丈夫だよ。大丈夫だよ。親子みたいな。子供も親の前ではちょっと強くなるし、意地は意地つくさん、そういう感じ。言葉がちゃんと通じてるんですね。ね、気持ちが通じてるはず。だからあそこの場合はヤグイではなかったんですね、作川さんの選択としては。そう。これ真似して何でもない、こんなにして牛を負けた人いるさ。なるほど、作川さんの真似して優しく声かけたら負けた人もいた。これも面倒ないですよね。タイミングがあるわけで、ちゃんとその時は役員生頑張れだけど。さあ、太一さん、はい、今後の闘牛の見どころは。もう闘牛は3月はもうすでに3大会予定されてますし、そしてまた5月になると、はい、春の全島闘牛大会、来た全島、その全島闘牛大会には新力ベイビーの初防衛戦もあるからね。楽しみ、防衛できるのか。そう、はい、まだ誰がチャレンジャーで来るのかっていうのも、これもまた面白くなるんだよな。デジー顔してるね。今後闘牛をどうしていきたいっていうのあります？あ、今実は闘牛大会以外にも観光闘牛というのも力入れて、観光闘牛、修学旅行にも人気のコンテンツになってるんです。へえ、見せてもらえるんですか、闘牛を？はい、もう修学旅行の学校だけの特別プログラムを組んで、貸し切り闘牛をやって、県外からも人気ですし、県内の小中高からも人気。だからアクセスがとってもいいので、で闘牛というこの文化伝統を学べる。もうね、学習修学旅行にも超ぴったりな。わはさあ、第2弾ザ闘牛アワー、ルカちゃんいっぱいお話聞きましたけれども、はい、どうでしたか。いや、第1回目で結構いろんなことを学んだなと思ったんですけど、まだまだこんだけいろんなものがあって、ね、でまたこれからどんどんいろんな牛が出てくるから、またさらにいい試合とかも更新されてって、まだまだ目が離せないですね。ねえ、すごいね。後ろ回どうでしたか。そうですね、今日は感動のシーンもたくさんあって、はい、ただ戦わせるんじゃなくて、育てる面から、はい、牛主の気持ちも分かりましたし、だから、あの映像じゃなくて生で見たくなりました。そうです、生です。ということで、はい、それではまた次回の、待って、なんで締めようとしてる。いや、もう時間良きところで一番やりたいのがある。まだある。特技があって、TG やってきた。特技聞いてよ。50音、何を言われても全部牛で返せます。牛の名前で返せる。あいうえを全部、はい、今日これをやりたかったわけよ。じゃあ、ルカのル、はい、ルイと花形。
焼けな闘牛組合ね。まあまあまあ。マイシン流デビュー戦で中量級チャンピオンだったのマイシン流ね。さあ。サメ島号。センスいくね。41連勝ゆかり号の連勝記録を止めたあのサメ島号。ぬかばちっていう牛がいて昔。さあそれではまた次回のザ闘牛アワーでお会いしましょう。これはいないでしょ。さようなら。生ぎ。生ぎ。2200キロの勝負番だけで生ぎがいたね。うんがあった。懐かしいな。濁点とかもいけるのかな。濁点あるかな。だは八重山州長がトレードして徳之島で大福環境開発1号になるし、すげえな。ダイナマイト一撃もいたね。ダだけでダイナマイト一撃。チー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 エイショウコゾエイショウコゾは、ね、亡き人の牛で大体グループにエイショウってつけるわけ、うん、最近でもエイショウさんですがみ源大臣チャタンシード闘牛組合源って三髄にあの原っぱのあれ原価さんが飼ってる牛ね。